相川さんおはようございます。寒い中のご出勤だと思いますけどもね、暖かくして出ておられるんだなと思っております。やっぱりね、動画ってね、なんかこう一つ面倒事が増えるっていう風な受け取り方もありますけども、なんかね、資産の構築なんですよね、動画っていうのは。たくさんの動画を持つってことは、その様々な動画からたくさんの人が自分にこう寄ってきてくださるっていうんですかね。通常人生っていうのは自分の体を使って一つのことしかできませんけども、動画をやることによって同時に複数のことができるようになるんですよね。私の場合はたくさんある動画が集客をしてくれてるんですよ。ですんでいきなり即価軸の注文が入ります。そんな流れですね、大雑把に言うと。で、相川さんもネットで、身を立てていきたいとかね、生活のなんか収入源の一つにしたいということですから、きっと YouTube を通じて収入が上がればいいなと思ってると思うんですよ。そのための第一歩を刻んだわけですから、今日は一つね、課題を出しましょう、相川さんに。それはね、動画を撮るときは常に笑顔で、真面目な顔ではなくて笑顔で、笑う角には金来たるという気持ちでね、やっていただければと思います。じゃあ今日はそんなとこですかね。動画の方送っていただきましてありがとうございました。じゃあ今日1個作りましたんで、もうね、2個3個作っていきましょう。お昼休憩に1個とかね、出勤途中になんかその駅のホームの模様をね、こうやってバーッと撮るとかね、そんなのもいいと思います。ショート動画ってのもありますんで、10秒とか20秒の動画でも1本は1本ですからね。そうすると多分ね、相川さんの視点、朝どんなものを見てるのかなっていうのに興味がある方がファンになると思いますし、相川さんがもしかしたら駅のホームで缶コーヒーを1本ね、あったかいの飲むかもしれません。そしたらその銘柄をね、こう撮影してみるとかね。そうするとそこに何がしかのファンの方が寄ってくるんじゃないかなと思っております。じゃあ今日のアドバイスは以上でございます。